こんばんは、釣りレシピです。さあ、今日ね、大倉海岸行ってきました。大倉海岸の大倉海岸というのは明石海峡大橋のところの、すぐそばにある、海岸なんですけど、そこでね、激流でこのダイソーのメタルジグフラット、そしてスリムの、60g でね、あとですね、ブルピン普通の 40g、 あとサムライジグ、あたりをですね、駆使して、戦ってきましたが、坊主でした。で、周りも釣れてませんでした。朝はね、アジがバクバクやったんですけどね、何かに覆われてる様子でしたが、食わせられないままにね、会のタイミングに合わないままに、終わっちゃいました。で、ロストしたので、新しくね、このブルピンをまた、チューンしたいなって、使えるようにチューンしようかなと思ったんですけど、せっかくなので、このジャックアイ、ピン立てますかね、ジャックアイ巻き巻きの、このあの、網網みたいな、色にですね、してみたいなっていう、ことでですね、今日は、ダイソーのメタルジグフラットをジャックアイ巻き巻きのようなこの網目型のグローに、改造したいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあチューンね、していきたいと思います。使用するのはね、いつもの、ジグパラの、アシストフック、メジャークラフトさんのアシストフック M と、あとガマカツさんの、あの棒サビでもいいかなと思うんですけど、まあ、今あるのもこれなんで、5番、もうちょっとしたら4番にしようかなと思うんですけど、今5番の、トレブルフックを用意しました。ダイソーさんのメタルジグね、リアのフックが少し小さいので、これはね、大きなものに、少し大きなものにね、青物、サゴシ、煮魚の狙いだったら、乾燥した方がいいかなというふうに思います。それにですね、今日用意するのはこれですね。てってれーん。すいません。セリアさんから発売されてる、エギルアー用シールの網目蓄光型というのを、用意してください。最近セリアさんあんまり新しい釣り具出ないんですけど、ちょっと縮小してるんでしょうか。さあ、はい、はい、出ました。綺麗なね、塗装ですよね。このダイソーのブルピンね、非常に綺麗でいいと思います。さあ、じゃあ、ちょっと傷とかいってるのはね、あの、マジックとかで、ちょっと塗ったりとか、あとあの上からねまたレジンで、ちょっとあの補強した方がいいかなっていう感じはします。さあ、で、リアフック外します。私はリアフック外すのは今日はてかいつも愛用してる、まあ、ジャドーさんの、ダイソーさんので言えば、グレーのね、このフィッシングプライヤーがいいと思います。久しぶりに帰ってきてね、こっち側で釣ると、まあちょっと難しいなっていうふうに思いました。なかなかね、やっぱり釣れているというか、なんというかね、あの魚影もそうですし、明石海峡まで行ってもやっぱりちょっとなかなか厳しいんだなというのは今日ちょっと実感して帰ってきました。さあ、ああすいません、ちょっと剥がれへんわ。石から、剥がしてですね、この転写したいゾーンに合わせて、ちょっとこうクックックッと貼り合わせます。はい、ギュッギュッギュッとね貼り付けていきましょう。顔の部分とかね、貼りたくない時なんかは、まあ、目隠れますもんね。ちょっとこう取った方がいいでしょう。はい、冷めてね、切っていきたいと
ました。お腹まで回しましょう。でそこで一旦これね、よくあの肩を取ってからやる人いてるんですけどね、あのめんどくさいんでね、この程度の部分は。で僕はもう肩をもう取らないです。肩取らずにそのままいきます。で、ここですね。ね、はい。でこれで網目のグローに大変身しちゃいました。はい。で正直これでも釣れます。で、これでもね、ちゃんと光ってます。わかりますかね、ほら1、2、3、4、5。はい、ね、しっかり発光しておりますんで、十分これで、発光して目立たすせることは、できているのではないでしょうか。網目状態にね、ルアーが、グローになりました。はい。でまあここに、レジンを最後塗って固めていきたいと思います。さあ、それでね、そこで一つだけね、ちょっと注意せなダメなのが、このセリアさんのね、このルアー用の、網目シールなんですが、ちょっとね、伸縮性があって貼りやすいんですが、ちょっと爪とかで擦ったらこんな風にね、すぐ傷ついちゃいますので、そこだけご注意ください。それではアシストフックを組んでいきましょう。ということで、はい、フックとかは乾燥できました。で、ここにルアー補修液を塗って、はい、塗ります。このね、剥がれてきそうなところとか、さっきちょっと傷ついた。とか、全体的にルアー補修液を塗って、で、ダイソーさんのここですね、 UV ライトで硬化させます。では硬化させますのでしばらくお待ちください。あ、中です。すぐ硬化します。さあそれでは、片面ね、2分ずつ固めさせていただきました。こんな感じです。ちょっとここがね、ちょっとうまく押さえれなかったんですけど、まあ水の中では大して影響はないでしょう。こういう感じです。はい、で、本家と、光り方をですね、見比べてみましょうか。やっぱ本家の方が細かいんでね、よりあれなんでしょうけど、ちょっと本家と比べ方をさあ、はい、こんな感じですね。ああ、見てください。本家はね、なんとなくね、網だけど全体的に光ってるっていう感じ。こっち側はなんかブルー発光で、なんだろう、なんか果物みたいな感じにありそうですよね。でも、めっちゃしっかり光ってるんで、アピール力は変わらないんじゃないでしょうか。ちょっと多少ね、やっぱりシールなんで、ちょっと雑な感じはありますけどね。だけど、このね、アピールする分にはいいかな。網発光のね、こういうバリエーションもあっても楽しいなっていう風に、思います。それにキャンドゥさんのフックカバーを、フックカバー便利ですよ、つけると収納もしやすいですね。はい、ということでね、今日は、セリアさんの商品を使ってジャックアイ巻き巻きの、網目グローね、この網目形で、グロー光るねものを再現してみるとどうなるのかなっていうね、動画を作ってみました。はい、またね、このルアーの方で、超過上がりましたら、ね、レビューしたいと思います。はい、それではね、もうちょっとでね、
なんか青物を釣れるシーズンになるでしょう。今年はね、青物太刀魚いいと期待して、ルアー作っていきたいと思います。それでは失礼します。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。